どうも、しげしげです。本日はキャプテン翼パーティーで久しぶりに裏異形の存在やっていきたいと思うんですけど、なんでかというと今ブラフマードラゴンが出るようになっております。そしてサブにインドラが入ってるんですけども、この辺のまあインド神ですね、入れていくと、まあ、そのブラフマードラゴンとの遭遇率がアップするということで、まあ、このキャラを編成しつつもね、すごい快適に回れるようなパーティーを考えていきました。まずリーダーのマーベルなんですけども、アシスト豊臣の武器で、まあ、スキブと暗闇を積んでおります。でリダチェンがねちょっと厄介だったりもするダンジョンなので、リダチェン耐性を振ってます。これでもね遅延2つ振れるっていう、この変身キャラでも潜在8枠っていう、やっぱマーベルコラボは非常にいいガチャだなと思います。でサブにもマーベルを入れていてループしていきます。アシストスーパーワンですね、武器でスキブと、まあ、泥強弱冠と、暗闇耐性、これで 100% ですね、積んでおります。遅延を6つ振っていて悪魔キラー1個振ってます。でその隣がミッキー&フレンズ、超限界突破してるんですけど普通の限界突破でいいと思います。聴覚性が無効貫通で、ファスカの武器をアシストして泥強を積んでます。遅延はマックスですね。でその隣ウルヴァリンの進化前ですね、進化前の聴覚性が無効貫通で、リネインバースの武器で操作負荷耐性とスキブを積んでいます。でこのバインド回復を持ってるっていうのも結構大事で、ルーレット回復潜在につけております。これによってね、結構裏異形ってルーレットあるんですけど、それをこまめに回復することができます。でこの6ターンのスキルとね、最初はこのヘイスト使ってってことで結構優秀な枠です。で最後に先ほど紹介した超転生インドラなんですけども、吸収無効2連続で出てくる可能性もあるので、まあ、2ターンの吸収無効でなおかつバインドも補えるってやつですね。一応無効貫通1個持ってるので、遅延6つと悪魔キラー1個を振ってます。まあ毒耐性がね若干いらなかったりもするんですけど、まあまあまあ遭遇率アップ要因として編成します。でフレンドの羽川なんですけども、ファガンの武器で雲とスキブ積んでいて遅延マックスです。でやっぱり速度意識したかったので落ち込んだしバッチでいきたいと思います。4コンボ加算があるので、そんなにコンボ数にも困りませんしってことで、光を集める立ち回りとかもね非常にやりやすくなるので、落ち込んだしバッチがあればおすすめです。ではやっていきましょう。はい、ということでまずバトル1なんですけども、羽川が初ターンで変身できるので変身してあげて、ウルヴァリンのヘイストを使ってあげます。そうするとマーベルが立ち上がるので、これ変身して、光を若干残しつつ、まあ2コンボですねしてあげますと。そうすると固定追撃で倒せます。あ、普通に今攻撃枚数足りてましたね。で、光を残した理由としてはこのキャラがいるからですね。盤面ロック、これがあるので光は残しておきましょう。でまあ光が5個あるならロック解除も挟んであげると一番こうスムーズにいくのかなと思います。でこの次なんですけど、光吸収のココっていうドラゴンがいるんですけど、これですね。この子も、もう羽川が使えるようになってると思いますので、これでいきますと。はい、まあ、光2コンボで倒せるんで、まあ、若干光温存しつつって感じですかね。でサブのマーベル変身してないんですけど、一旦玉ドラまではこんな感じでもいいと思います。で火闇吸収の赤オーディンは、闇をマーベルで変換するので全く引っかかる要素はないかなと思います。気をつけなきゃいけないのはあれかな、青オーディンだった場合のインドラの副属性の水かなっていうと、ウルヴァリンとかと位置変えてもいいかもしれないですけど。はい、で玉ドラのところでリーダーがね遅延を食らっちゃうので、まあ、ここのために念のためにサブのマーベルを残しておいたという感じですかね。まあ、普通に受けれるんで全然あの変身しちゃってもいいんですけど、はい、そんな感じです。でここもあの仮面のところと一緒で光2コンボすれば固定500万で倒せるんで、これで突破していきますと。でダークネスフレーム、こっちだった場合は無効貫通いらないので、ロック解除しながらですね、アナザージャスティスかなだった場合は、無効貫通が必要なので、一旦待ってマーベルで変身してとか、そんな感じですかね。変身じゃないや、変換だわ。はい、でバトル7、ここのリダチェンは大丈夫です。先生も問題ありません。
じゃあもうマーベルループですね。マーベルループを使って光作りながら、まあ、若干ねこう温存したりしていけると別にその毎ターンマーベル使う必要もないですし、どんどん時短になるのかなと思います。結構ねマーベルの変換の処理の時間が長かったりもするので、本当に早く回りたかったら光を、マネジメントというかしっかりね温存をしながらいければ一番いいと思います。であといいと思うで言うと毒目覚めもねもらいたかったんですよね。あれここだよね確かね。毒目覚めがもらえるとすごいあのね、まあ、あの裏異形の攻略において毒目覚め体制って結構大事だったと思うんですけど、今となってはそれはもうマーベルの餌食で毎ターン変換することができます、攻撃色にね。はい、でルーレットのキャラ出てきたんですけど、せっかくあのウルヴァリンを入れてるのでしっかり回復しながらいきましょうか。回復を列に入れてあげれば、5ターンずつですね回復することができます。だからまあ2回回復を列で消せれば、解除できるというね、まあ、ルーレット嫌いな方はやってもいいんじゃないでしょうか。はい、でイズイズが出てきたので、これ先制回復花火と爆弾ですね。でこれはもう利用してあげて、こんな感じでこれでもうルーレット終わりですね。はい、でその後の攻撃を受けて闇作ってくるんですよね。もうありがとうございますって感じですよ。でこれもサクッと分割してあげて倒します。ちょっと毒目覚め食らいたかったな。まあまあまあよしとして、マシンアテナですね。これはもうインドラのとこ溜まってるので使っていきます。インドラ使って、まあ2コンボあるから使わずにいくか。はい、まあこんな感じで火力はね もちろんのことながら、マーベルのねこの火力覚醒で余裕で足ります。はい、でバトル13、あーいい流れですね。吸収無効2連発なのでこの傘のねいいところが発揮されますと。ここも2コンボで、まあ、適当に、はい、これでぶち抜いていきます。根性も問題なしと。で羽川はぼちぼち使ってあげないと後ろのファガン溜まってもねあんまり意味ないので、まあヨシナにマーベルが遅延で下げられてる時とかね使ってもいいと思います。で変換してあげて、よいしょ、まあ、こんな感じで若干残しつつ、コンボ吸収もね6コンボ以下吸収だともう3コンボすれば4コンボ加算でいけるのか。とにかく楽ですね。まあちょっと前のダンジョンではあるんですけど、だいぶ楽に回れるようになってるってところで、こうパズドラの進化というかを感じますね。はい、OK。で、バトル16。でここ光吸収だったとしても羽川を使ってあげればいいだけなんで全く問題ないかなと思います。で羽川ウルヴァリンに関しては、まあ、さっき使ってもいいって言ったんですけど、使わずにこういう無交換2ゾーンまで来れればここでね、盤面を作る時間というかを短縮することができます。この場合で言うとマーベルで変換したとしても1,2,3,4,5,6,7,8,9,10なんですよね。だから羽川使ってあげれば16になるし、ウルヴァリン使ってあげれば15になるしってことで、まあ、これウルヴァリンでもいいかな。はい、これですね。これが本当に強い、めちゃくちゃ強い。でコンボ吸収も全く問題ないと。で貫通火力も余裕で足りますと。はい、でバトル18、なんだっけ、ゼブンか。
ゼブンのね、毒目覚めが、まあすごいわけですよ。猛毒目覚めがね。すごいんですけど、いっちゃいます。これは盤面足りるな。はい、足りたしってことで、まあ普通に行くんですけど、この後の盤面がね、すごいことになるんですよね。ただ、まあ他の色若干残しておけば、光にコンボできないっていう状況にはならないと思うので、はい、このね、猛毒も全部マーベルで変換することができます。いや、とにかく、めちゃくちゃ強いです。ちょっと分割が下手すぎたんですけど、まあこんな感じでいいかな。あ、どうせなら無効貫通にしようか。はい。これもコンボ加算かかって8コンボですね。で、ドーン。OK。で、バトル20。ヨグ。光軽減持ってるんですけど、まあ、もう決めに行きましょう。闇が1個もないっていうね。まあ、羽川使って、炎波要因としてマーベルを使いましょう。まあ、無効ないので、この量でも足りますね。で、ブラフマードラゴンなんですけど、普通に削るだけの立ち回りになります。4ターン以内にね、超根性発動させて、まあ、無効貫通組みながらぶっ飛ばしていくだけなので、非常に簡単です。なので、全く立ち回りに問題はないかなと思います。じゃあ、ヨグ倒していきましょう。これはじゃあ、L 入れとこうか、一応ね。ん?まあいいや。はい、こんな感じで、倒したかなと思います。11、12の、ドーン。OK ですね。で、ボスは P です。ということで、非常に簡単に立ち回れるようになっておりますので、まだインド神の武器だったり、まあ本体もあってもいいと思います。作ってない方はぜひ、ブラフマードラゴン集めてみてください。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いします。あとは、しげしげチャンネルの方でも、編成難易度を落としたバージョンを紹介しておりますので、そちらもぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。